この線、これなんていうかな、ここです、ここ。ここですね。この部分、まあこう横線して上に跳ね上げるというふうなところの書き方をですね、じーっと見てください。そうですね、一例で申し上げますと、左のページになりますね、左のページの、そうですね、ああ、ここの、これいきましょうか、後ろから2行目のこの10というですね、ここにありますが、これの収穫がですね、どういう方向で、抜いてきているかというところですね、これよく見ますと、こうよく見ますと、こっから、外側にこう上がってませんか。でしかもこれがここも滑らかなんですね。実はあんまりここにこれです、これこれも結構滑らかです。あんまり角をつけない、まあほとんどつかないですかね、まあお書きになったらお分かりになりますけども、これも大きな特徴です。内側に跳ね上げないですね、少し外側へ持っていっているということに、じーっと見たら気づかれると思います。じーっと見たらね。じゃあ次にですね、この2枚目の孔子廟堂碑を見てください。今説明したところ旧正旧との違いが細かく見れば理解できるはずだ。いいですね。まず孔子廟堂碑の大格、孔子廟堂碑これですね、このプリントです、はい、この孔子廟堂碑の大格を見ましょう。特徴的な線を一つ申し上げますね、まあ、1行目ちょっとこう欠けておって分かりにくい字が多いですが、2行目、3と川が下にありますね。一番下を、2行目の一番下見てください。3と川があります。3の横線を見ましょう。旧正旧との違いが、ここで少しお分かりになると思うんですね。旧正旧はこのような角度をしておりましたが、孔子廟堂はもう少しこう角度が、というよりも、この角度が、狭くなる。45度から30度ぐらいというふうな感じを受けると思うんですね。旧正旧とはちょっと違う気質があるぞというのはこれでお分かりになると思うんですね。細かく見るとそういうことです。他にもいっぱい横線がありますから、じーっと横線いろいろ見てください。旧正旧と見比べてください。その違いがだんだん分かってこられると思うんですね。次にこの短い縦線、旧正旧は気質がシュッと出ておって、下の方で細くなってきてますが、じゃあこの孔子廟堂はどうなんだろうということが、分かってこられるかなと思います。例えば1行目の上から2つ目に始めという字がありますね。ここに女辺の、原始の詩ですよ。この縁の縦線を見ると旧正旧とさほど変わりませんが、旧正旧ほどここは細くなってない、なってないですね。でものすごく分かりやすい字を言いますと、この32ページの最後の行の上から3つ目に中という字がありますね。ここに中という字、中の第一画目を見てください。もうこれ見ますと細くなってない、ね、まあ、いわゆる普通に細くじゃなくてこのままの太さでこんな状態になってます。中という字がですね。他もよく見ますと、中には下の方が太いというふうな部分もあります。こう書いていくと下がちょっと太くなってこんなふうな姿になっている。例えば後ろから2行目の下から4つ目に書という字がございます。書くという字ね、こっちのページだけですよ、こっちのページだけね。
ここに書という字があります。お分かりになりますね。その日、その日、日、日の部分ですね。この日の部分を見ますと、このような姿に見えると思うんですね。したがってですね、孔子廟堂の第一画目の短い線はここまで細くならない、まあいわゆる普通に縦線書いてるよというふうな状態がほとんどです。分析すると、こうやって細かく分析すると違いが出てきますよね。じゃあ他に転接の部分、この折れ曲がるところを見てみましょう。また戻ります。1行目の4の転接、その下のし始まるの口の転接を見てくださいね。こんなとんがってないんです。柔らかいんですよね。これがここちょっとこのインク出にくくなりましたね。ここの部分が非常に柔らかいんです。もう全く急性球とは違ってくるんですね。だからムードがこの辺で違ってくるという大きなムードの違いはこの辺から来るんだよというのがだんだん分かっていくということになります、ね。それから、これは破綻、まずこの転接が違うというのはご理解していただけると思います。でこの破綻を見てください。そうですね、それこそ天という字があります。あるいは一番最後の行に大という字があります。大という字ありますね、最後の行。この長さを見てください。非常に長い、ここが非常に長い、最後のこれがものすごく長い。これも急性球との違いがここでお分かりになると。急性球はここまで長い線はありません。伸び伸びと大きく長く書いてあるというのがお分かりになりますね。もちろん急性球と同じで上のラインというのはなだらかです。なだらかです。下のラインを見てみましょう。少しきちっとした部分があるんですが、急性球ほどではない。で、たまにはですね、ここにここの折れ曲がる部分のここですね、ここの部分がキリッと締まらない場合があります。伸び伸びとシューッと抜いているという感じがこの孔子廟堂にはある。で、破綻が長いということ。それからこの角度を見てください。この角度、ここの角度です。急性球はまず間違いなく上向きます。ここです。急性球は上向きます。孔子廟堂は上を向くときとちょっと下向きになる場合がある。いいですか、はい、これ流れがこう来ますね。こう来て、普通ならばちょっと上向くんですが、孔子廟堂は下向きのまま、ちょっと下向きのままが難しいな、これ下向けておきましょう。で、こういう風な感じですね。ちょっとこれが下向きになる場合がたまにね、たまにですよ。で、その例が最後の行の大という字を見てもらったら分かりますね。今説明しました大という字のこのラインの下の方のラインがちょっと下向いているぞと、これは見て取れますよね。よーく下だけ見てくださいね。上には上がってないぞ。だけど他は上がってるのもあるんです。急性球は絶対に下向かない。これもじーっと見てるうちに分かってきます。よろしいですね。はい、次これです。ここにもね、違いがあるというのが皆さんおそらくやっているうちに分かります。急性球こっち向きに抜いてます。孔子廟堂の日はほぼ垂直にこう上がってます。ここがこう上がってます。その例を言いますと、同じく最後の行の上から2つ目に行という字がありますね。ここにね、これです、これです。
これの跳ね上げる角度をよく見るとほぼ垂直に上がっているというのが理解できます。急性期は外側に向けます。孔子廟堂は垂直に上がります。同じページでもう一つ言えば、後ろから3行目に龍という字がありますね。辰の龍ですよ。後ろから3行目の一番上です。そう、32って書いてあるところのページのここに龍が、ここの部分の跳ね上げを見てください。ほぼ垂直に上がっているのが分かりますね。はい、この違いが急性球と孔子廟堂差があるということです。で、同じようにこの癌と商業の序を見てください。今説明をしました各部分を細かく皆さんご覧ください。あ、違うと分かると思います。特に癌と商業の序を見ますとね、横隔がですね非常に多彩なんです。いわゆる普通にこうポンと筆を置いて横を引くのみならず、逆筆を利用してこんな風な横隔がある、こんな風な横隔がある。ここの入り方が違うんです。それがですね結構随所にあります。癌と商業の序を見てくださいね。はい、一番最後の行、最後といってもこの右側のページの最後の行のここの層という字の台を見てください。台の横隔を見てください。起筆が逆筆になってますね。なってますね。それからその下に、4つ目に物という字がありますね。物の横線を見てください。完全に逆筆になってますね。ところがですね、逆筆でないのもあります。その例を言いますと、同じページの2行目の下から2つ目に乗るという字があります。この乗るの横線見てください。逆筆は違うぞ。なんかどうやろというふうな感じありますよね。このように、癌と商業の序の横隔横線については逆筆を使う書き方、これが結構多彩にある。だけど普通に書いている線もある。したがって癌と商業の序を臨書する場合は本当に一本一本細かく見ないと見落としてしまうということになります。よろしいですね。はい、次縦線縦角を見てみましょう。これもですねやっぱり多彩なんです。中にこんな、これですよ、こんな風に書いてるのがあるんです。筆逆向いてるやん、こんなんがたまにあるんです。どこにあるんでしょうかね。そうですね、まあ1行目の下から2つ目に習うという字があります。学習の習、この比の部分の一画目を見てください。どうですか、先細ってますし角度的にこう膨らんでこんな風に見えますよね。こんな一画目があるということなんですね。他にもありますよ。よく見れば出てきます。もちろん普通にこれもあればこれもある、まあ、これは普通に書いた場合ですね。これ縦線ですね。他にもよく見るとあれなんでこんな風になってんのというのが多分見つけられると思います。このプリントでは出てきておりませんが、まあややこしいかもしれません。あ、ちょっとそのムードがあるかな。14って書いてある部分の15ページですかの2行目の一番上の思考してという字を見てください。これの縦線を見ると、この字ですよ。今ここにこの字ね、これ字見てください。そのこの部分を見ましょう。この部分を見ますと
どうですか、こっちに長く切って縦線こう来てますね。なぜでしょうかねというぐらい、こんな出てますね。はい、こんな書き方も。要するに、岩頭商業の序は横の線にしても縦の線にしても結構自由に表しているというのが分かります。柔軟な雰囲気に、こう感じるのはそのあたりということになります。では転折を見てください。これも転折いっぱいいろいろあります。転折折れ曲がるところですよ。さっきのこの思考視点を見てください。2行目の一番頭、この部分ですね、転折、この部分、これを見ますと、こんな風に角度が変化して、で次の縦線へ移ってますよという風な、ここですね、はい、こんな風に遠くへ一旦行ってからこう来てるぞ、この辺がこう来まして、ここでちょっと細い感じがあって、ここはちょっと膨らんでますけども、はい、なんか1,2,3と動いてる感じありますね。ところがそうでないところもあります。まあいわゆるもう普通にこういうこのようにこうなってるのもありますね。あるいはちょっとこう頭がこう柔らかくて膨らんだような形でこんな風になってるのもあります。ものすごく自由ですね。本当に見落としたら岩頭商業の序に ならないということになります。はたくも同様です。このはたくも同様です。ものすごく形がいろいろです。長い時もあれば短い時もあります。で短い時には非常に太くなっているというふうに思える部分があります。2行目の大小の大を見たら分かりますね。かなり波濁が太いですね、他の線と比べるとね。で次の大小の次の能という字、雪という字ですね、能という字を見ますと長いですね。これはちょっと線が欠けておりますので、なんか太いままいってますけども、こういう長い時もある、短い時もあるということになります。はい、最後です。これを見てくださいね。この右の跳ね上げ、これは随所にあります。15ページの方を見てください。こっちが15ページの最初の行の上から3つ目に何がありますね。短いですね。しかもなんか三角形を感じるようなこんな感じですよね。こんな感じ、こんな感じですね。他も見てみましょう。急性期や高脂病棟との違いがものすごく分かりやすいですね、これ見てますとね。他にどこにありますかね、あんまりないか、ないことないと思いますが、まあ同じく15ページの3行目、先生の線、これも三角形。次にその線の下の方という字も跳ね上げてますが、これも三角形ですね。で急性期とか高脂病棟がここからこの距離が結構あったんです、これがね。ところがここはあんまりないんです。で先がキュッと出てる状態、大きな違いが、急性期高脂病棟との違いがこの辺で見て取れますよね。お分かりになりますね。はい、だからそれぞれの字のムードというのが当然変わってくるわけです。皆さんが個人個人ですね、自分の書き方で、同じ字を書いたらみんな個性が違ありますので、みんな違うはず。やはりこの3人は3様ですね、その書風の違いというのがこうやって出てくるということですね。ただこの3つの作品は全てじーっと見てますと、あうまいな、素晴らしいなというふうに思われるのは多分僕一人ではない、皆さんもそう思われる。したがってですね、
僕はいつも思っているんですけども、対象に対して素直に入っていくといいますかね、自分を殺すわけではありません。素直な目で素直に筆を使ったら、まあ、素直でないかもしれませんが、この線こうやって書いたら引けるかなというふうな工夫をすれば、まあ、いわゆる自分が今まで書いてきたこととは違うものが見えてくる、発見されるというところが、やっぱり書道を勉強する上で大事な要素だというふうに考えております。何もですね、真似をすることが最後の目的ではありません。上手に真似できたから自分の字は上手くなったということではないと思います。ただね、真似をして臨書すると何かが自分に見えてくる部分がある。でそれは何だろうというふうに、まあ、自分自身に問いかけてみてください。だんだん分かるようになります。私は臨書繰り返してて、まあ、分かってきたことは、やはり筆使いは自然に筆使いができるようにならないかんな。最初はね、コネコネしててもいいんです。形作るために、一本一本の線を表現するために筆使いをどうすればいいかということがあると思いますから、構いません、どんどんやっていただいて、でやっているうちにその筆使いが自分のものとなれば、自然な筆使いになっていくわけです、ね、で最終的にはこのそれぞれの作品が持つところの品格の高さ、言葉理解難しい言葉ですが、拡張があるなとかね、その辺までこう見抜くことができるようになれば、皆さんの字はぐーっと上昇してます、良くなってます。そこまで見抜けなかったら、見抜けるところまで練習してみてください。もちろんその中には半紙なら半紙、大きな紙なら大きな紙にいかに収めていくかという部分が必ずつきまとってきます。うわ大きすぎた、あちょっと小さすぎたかなとかね、あちょうどいいバランスだな、あ中心通ってるかな通ってないかなとか、書いているうちにそのあたりが気になってきますから、その繰り返しているうちにですね、全てが自然になっていく、これがものすごく大きな大事なことだと思いますね。普通書いたら右にずっと傾くねんとか、縦線書いたら必ず左に傾くねんとか、みんなそれぞれ癖がありますから、その癖を直すということも大事ですから、そのためにも、きちっとした臨書というものが大事になってくるぞと思います。だからこの横線書くみたいに、やっぱりポンってしてからいけばこうです、そういうことになるんですけど、書くと分かるんです、一緒です、よく見ながら、これはやっぱりちょっとミスの力が分かりました。ちょっと分かりました。分筆の呼吸はいいけど、この余白すべてしっかりです、はい、ここはよくできてるね、細かいですよ、細かいけどね、神経そこまで行き届かしてずーっとやってるうちに勝手にできるようになります。そういう訓練をします、はい、これ書き順どうしました、そうです